今日午後、県が急遽開いた会見は、島津製作所の子会社、島津メディカルシステムズの不正をめぐる問題についてでした。島津メディカルシステムズ株式会社に対しまして、薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令を行いました。この問題は、島津メディカルシステムズの熊本営業所の社員が、2016年から2018年にかけ、県内の5つの医療機関の X 線診断装置を点検した際に、回路を遮断するタイマーを仕掛け、後日不具合が出るよう細工していたものです。医療機器の安全性に対する信頼を失墜させるような事案であると、今回の処分を真摯に受け止めていただいて、今回の改善命令が出たことによって、今後どのような手続きが進められていくのでしょうか。1ヶ月以内に是正内容再発防止策をしっかり、ここの改善計画をまずは出して、しっかり出していただくと、しっかり、取り組んでいただくということを、やっていただく、また我々もそれをしっかり監視していきたいと。今回の処分を受け、島津製作所は RKK の取材に対し、命令を重く受け止め、法令遵守を徹底し、信頼回復に誠心誠意努めるとコメントしています。